どうぞ聖書を開きください。第一コリント12章の11節からです。新約聖書コリント人への第一の手紙の12章の11節から。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださっているのです。ですからちょうど体が一つ、ワンバーディ、体が一つ、それに多くのパーツ、多くのメンバーズ、多くの、まあ、主体ですね、部品というか部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官だけではなく、パーツ、メンバーズだけではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手でないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけでもありません。もし体全体が目であったらどこで聞くんでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです、とこう書いてあります。最近私は世田谷区の健康検診をしてまいりました。血液検査、目の検査、また超音波というのは、内臓にがんの気配があるかということで、細かいパーツはピンポイントで発見できないかもしれないけど、大体超音波でがんがあるかないかが分かるそうですね。そしてまたピンポイントで検査をする、内視鏡の検査、大腸の検査をやってまいりましたが、問題は何一つなかったということで、きれいきれいという、超音波の、あるいはこの内視鏡のお医者さんがきれいだねと、このように言ってくれたので、きれいだ、清い内臓を持っていると清められているという、こういうことであろうと思います。最近はコロナの話で持ちきりでありますけれど、そういった面で、日本中が健康というものに目を向けているのではないかとこう思いますが、ライフスタイルが大切だよということは盛んに言われています。生活習慣ですね。食事に関しては皆さんも良い知識があります。運動しなさい、活動をしなさい、お仕事、適度なお仕事と適度な運動が必要である。これは私にとって非常に難しいテーマでありまして、とにかく歩くこともおぼつかないわけですからね、ほんの少しの運動を家でできるか、プールで歩くという、プールで歩い限り転ばないという安心感がありますよね。水が支えてくれるので、それ以外の運動はできないので健康維持することはちょっと難しいんですけど、もう一つは安息する、休息する、休むという、このリズムが大切だよと皆さんはよく知っているわけでありますが、もう一つ加えたいのは解釈、この思いというものがとても大切ですよと私は言いたいんですけれど、ハーバード大学がこのプレシーボの研究を盛んにしているわけでありますが、ボストンとニューヨークのメイドさんですね、ホテルのメイドさんを教育して、そして調べたのでありますけれど、メイドというと低賃金の労働者ですね、ホテルは高級な人たち、金持ちの人たちが来て贅沢な一日を過ごすわけでありますけれど、そういうところで働いているメイドさんは、自分はアンフォーチュネット、運の悪い人だと、考えがちで、低賃金だし、将来はあまり明るくないしという、こういうことで、給料が少ないために運動場に行けない、ニューヨーク、ボストンなんかではとにかく運動するにはすごい金かかる、自動車パークするとこがないですからね、バスで行ったりタクシー行ったり、するんでしょうけれど、また運動の会員、家賃が非常に高いわけですから、
そして、まあ、給料もね、田舎の人がもらってる給料もたくさんもらわなきゃいけない。ニューヨークで生活するために給料をもらわなきゃいけないということ、何でもかんでも高くなりますよね。ですからそんなお金はないという、こういうことなので、まあ、どっちかというと、まあ、アメリカで悪いことはウィナーとルーザーという言葉が、昔はフォーチュネットとアンフォーチュネットというこういう言葉が幸運な人と不運な人と言われたんですが、今は勝利者と敗北者がいるみたい、なんとなく自分はルーザーかなみたいなこう気持ちがあるんですけれど、まあ、このメイさんたちを教育まして、皆さんは一切運動場なんか行く必要ないんですよ、健康のためには。彼に万歩をつけてどのぐらい、まあ、歩いて1日あるいはホテルの中でどのぐらい歩くかということで、それぞれの、まあ、仕事がどんなに健康にいいかということですね。腰をかがめたり、まあ、手術をする時の一つの、まあ、それ一つはもうジムに行って運動しようって同じ効果があるんですよという説明して、皆さんはどこにも、パークもしなきゃ、バスにも乗らなきゃ、お金もらいながらこんなに運動してて、皆さんは一切健康のために運動する必要がないんですという説明したんですね。ですから、まあ、どちらかというと皆さんはフォーチュネット、幸運な人ですよと。仕事そのものが運動になってて健康になるんですから、こういう教育をして、まあ何も変えなくていいけど、帰りがけに1分2分で今日起こった、仕事場で起こった良いこと5つ書いて、1、2分で書いて退社してくださいという、これを3ヶ月したんですね。してどういう結果になったかというと、まあ大体平均して3キロ近く皆さんの体重が減ったそうです。より健康になって、より幸福度が上がって、より、まあ、自己肯定感というかセルフイメージが上がって、自分は得しているんだと。今まではジムに行かなきゃいけないのに、運動しなきゃいけないのに、お金がないから、何がないからって言ってたのに、ああこれはもう運動になってるんだ、運動になってるということを意識するわけですね。でチップをくれたりすることがあったら、今まであんなの当たり前だと思ってたのに、あいいことが起こったと書きつけていったんですよ。健康になった、幸福になったと、体重も減ったと。何が変わったんでしょう。思いが変わっただけですね。自分の人生、自分の仕事に対して今まで不運だなと思ったのは、この仕事は幸運なんだと思うようになって変わったということ。まあ短く言うなら、女性の皆さんがどうして私はダメ男と結婚したんだろうと思わないで自分は良い夫と結婚したなと思うだけで、あなたは幸福になります。夫を変えようとしちゃダメなんです。あなたの思いを変えなきゃいけない。そう思えばそうなるという世界がここであるんで、どのようにしてこう自分の仕事なり、自分の家庭生活なり、どのようにして変えちゃう、変えられるなら変えてもいいと思うんですね。変えられるなら。で変えられないことに関しては、不幸だ、自分はルーザーだ、自分は敗北者だ、どうしてこんなに大変そうに言わないで、思いを変えるだけでいろいろ変わってくる、健康が変わってくるという、こういうことをハーバードが紹介してますね。で、まあ、私の健康としては、自分を分析すると古いもの好きですね、どちらかというと。ですから、まあ、現代医学よりも古代医学というか中国医学というか、まあ、聖書が教えている非常に古い考え方が好きでということで、まあ、薬のようなものは、まあ、一切飲まないですね。全く飲まない。薬を飲んでるじゃいけないと思わないんですけれど、しかしそういう古代は薬がなかったからね、まあ、薬草のようなものしかなかったし、漢方のようなものしかなかったので、まあ、それ以外のものは口に入れないということにしてるんですね。うちの、まあ、アメリカの教育っていうのは大雑把っていうか、いい加減っていうかね、まあ、なんか問題があるからどうしたらいいかしらって言うと、ほっとけほっとけっていうのが私のいつも答えで、まあ、例えば私の長女なんかはおそらく高校卒業するまで一度も医者に連れてたことないと思います。一度もないと思います。その娘が東京で3人の子供を持ってるんですけども、四六時中子供を医者に連れていくんですね。しょっちゅう連れてます。どうするかというと、パク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 薬を飲み込んでるわけですね。
いやこれでいいんだろうかと思うんですけれど、まあ、とにかく娘の教育に関しては一切口出さないというポリシーを持ってますので、まあ言い争いたくはないですからね、何も口出さないという。結局我々は免疫というパワフルなお医者さんを持っていて、神様が作った免疫があって、この免疫が全ての病を処理してくれるんですね。だから薬を飲むことによって免疫は自信を失うでしょうね。いざとなった時に自分は戦う力がないと、自分はもう自分で敗北しちゃうから、薬が来るのを待たなきゃいけない、薬が来てやっと戦えるという。でそういった面で私は免疫信仰、自分の免疫あるいは細胞に対する信仰がすごく強いんですね。神様がお作りになった。ですから、まあ現代医学っていうのはちょっと胃が悪いと胃薬をくれるとかね、腸があると腸を、心臓が心臓という考え方ですけれど、私は体全体を強めることによって体が体を治してくれるという、自然治癒力というものが体にある、免疫にある。そしてこの免疫はパワフルな最も賢いお医者さん、世界中のどんな名医よりも賢いお医者さんが私のうちにいて、そしてありとあらゆる病気に対処することができる、ウイルスに対処することができると、こう信じています。薬飲んじゃいけないと思わないんですけど、この免疫が破れちゃったかなと思うときには薬を借りたらいいと思うんですけど、まあ 2,3 日ぐらい薬にね飲まないで免疫にチャンスを与えるという。特に免疫がすぐ解決できる時と、やっぱりどういうふうに解決したらよいかという記憶を呼び覚まして、計画を掲げて、そして戦って勝利するのは 2,3 日かかるんですね。どうしたらいいかというと、まず水を飲む、あるいは散歩をするとか、お風呂に入るとか、シャワー浴びるとかね、まあ自然に触れるとか、まあ、こういうことをまずして体全体が強まって、体が体を癒すことができるということで、一応私は、私の場合はそれで成功しているというか、病気知らずという、こういうことになっているんですけれど、そういうわけで私はどっちかというと古いやり方、古代のやり、3000年前4000年前のやり方が好きなんですね。例えば水を浴びるっていうのは、まあ大体どの宗教でも滝に当たるとか水に当たるとかいうんで、それを取り入れて毎朝毎晩水シャワーを浴びてるんですけれど、あとはもう断食で、断食も基本的にどの宗教でも断食の教えがありますね。でまあ昔からやっていたこのことが、今や科学が本当に断食が健康にものすごい効果があるんだということが明らかになってますから、まあ、3月は2回して、まあ、内視鏡の検査のためにこれ食べちゃいけない、あれ食べちゃいけないって言われたんで、もう5日間断食をしましたね。まあ1食だけ食べました。名古屋にいましたから、名古屋ではまあ電話かけて、まあコロナのこともあるし、まあしばらく夕食休みませんかって言ったら、いやいや先生が来るから作りますって言われちゃってねじゃあそれは食べないわけにいかないんで、まあ美味しかったですね。まあタケノコご飯がやけに美味しかったんですけれど、断食するととにかくご飯が美味しくなります。いろいろなものも美味しくなるんで、味覚が鋭くなりますけれど、タケノコご飯は美味しかったんでしょうね。でも美味しく感じたっていう面もあると思いますが、そういうわけで一食食べて、まあ大体他は断食したんですね。私はこういう古風なやり方、薬以外に古風なやり方にパワーがあるんだと思い込んでます。そう思えばそうですからねしかしこれらは相対的なことですけど、私は絶対健康法を持ってまして、それは私のうちにこの体にキリストがいると、このキリストが聖霊を解放してくれて、この聖霊は私の細胞一つ一つの中に入って、この細胞を清めて命を注いでくれるから、私は病気になることがないという、これはインタープリテーションです。これは正しいとか正しくないかっていう、私は正しいか正しくないかっていうことは考え、善悪の好みを食べちゃいけないって書いてあるので、そうじゃなくて、これが私の命を強めるのか強めないか。ですから生理が私の体の中にあって、細胞にあるっていうのは私の言葉ですけど、この細胞が清めたり命を注いだり充電してくれるから、私は元気なんだ、キリストのよみがえらした御霊が私の体の中にいるんだという、こういう意識です。これは絶対健康法で、これがやってれば病気になるはずがないというインタープリテーションで、
ありますけれど、まあそうやって生きてるわけでありますけど、これは絶対的なパワーを聖霊は持ってるに違いないという、こういう解釈ですが、皆さんも聖霊を持ってるんですか？問題はそれを意識するか意識しない、意識しないものはないと同じなんですよ。そう思わないものは、例えばメイドはルーザーも仕事で金魚が少なくてみんなから何やらこれはもう自分は敗北者と思うと、そうだけど、ああメイドの人は健康にすごくいいし、お金も払わないでこんな運動ができるって幸せだと思えるか思えないかですね。しかし、まあ、聖書は私たちの体は聖霊の宮であると書いてあります。 Don't you know というのは非常に強い言葉で、知らないのか、知ってるはずだろうと、あなた方の体は、神の宮であって聖霊があなた方のうちに宿っている、知ってるはずだろうと、つまり知ってるのに意識がないわけですね。あ、聖霊がいますか、あ、いますって言ってもう1週間ずっと忘れてるわけですね。効果がないんですよ。それでは全く効果がない。で、心があるところに宝があり、宝があるところに心があるんですけど、結局聖霊のことを考えということは、あなたは聖霊を宝と思ってないんですね。ですからパウロ言いました、私のこの土のボロの器の中に、体の中に宝を持っていると。それは私から出る力が私から出たんじゃなくて、神から出たものが明らかになるためである。宝を持ってたら、あなたは必ず宝を考えるんです。あなたが最も愛するもの、最も自慢するものをどうしても考えるんですね、人間。あるいは最も頼りにしているものを考えます。夫か妻か、あるいは子供か親友か、ビジネスか分かりませんけれど、あなたが大切にしているもの、あなたの宝をあなたは考えちゃうんですね。で、あなたが聖霊が宝だと思うなら、聖霊のことを考える。考えることによって聖霊のパワーが解放される。思うことですね。ですからお風呂に入ったり、電車に乗ったりしている時、特に水風呂に入っているような時、聖霊が私のうちにおられるという。シャワー浴びる時、聖霊が私の上に注がれている。シャワーは私の汚れを清めてくれる。聖霊が私の清めて、聖霊が私をこんなに心地よくしてくれる。豊かな水が注がれるように神の愛が私の上に注がれている。これ全部意識ですね。せっかくシャワーを浴びているなら、神の方にその意識を向けることによって、全くシャワー効果がバディだけじゃなくてスピリチュアルにも、このメンタルにもですね、影響を与えてくるんですね。そう思うということがすごく我々にパワーを与えます。それでこの体に関してはですね、パウロ、私たちの体は聖霊の宮だと言いましたけど、もう一つ聖霊の宮があって、それが教会だと。キリストは教会の頭、頭の部分で、教会はキリストの体だという。これは教会というのは、私たちの体が体であるように、教会もキリストの体なんですね。ですから、体の健康を皆さんよく考えていらっしゃると思うんですけれど、私は牧師として、健康な教会というのはどういう教会かな、どのようにして教会はこのコロナ時代、この戦いの時代、難しい困難の時代に、どうしたらこの教会が健康を保てるかなという、こういう発想になってしまうわけでありますけれど、まず第一にここで One Body と、一つ一つだと、体は一つ、 One ですね。 One っていうのは Indivisible、 Individual ですね。皆さん一人一人は個人です。インディビジュアルですね、英語で言うと。これは分けることができないという、アドラーの心理学を勉強すると、アドラーは盛んにこのインディビジュアルという言葉を広めたんですけど、インディビジュアルというのはディバイドできない、これ以上ディバイドしちゃいけないという意味でインディビジュアル。インディビジュアルのために、こう、まあ、我々はいろいろなディビジョンを通して、分割を通してインディビジュアルにたどり着くんですけど、例えば人類といいますが、ネアンデルタール人もホモサフィエンスもあるわけで、我々の祖先はそのホモサフィエンスだと言われてますが、どうもホモサフィエンとネアンデルタールは交わった歴史があるらしいという、こういう報告でありますけれど、
まあ、基本的に私たちは、ホモサフィエンスから、このようになってきたんだと言われています。しかしこのようにホモサフィエンスとネアンデルタールとか、まあ、その他にもあるようですけど、分割できて、分割して理解できるわけです。じゃあネアンダル人も、まあ、白人がいて、黒人がいて、黄色人種がいて、もう一つレッドっていうんですね、まあ、インディアンのような人はレッドと呼ばれます。 Jesus loved the little children, all the children of the world。 イエス様はどの子供たち、どんな子供も愛しておられますという歌ですね。 Red and yellow, black and white、 レッドが出てくるんですよ。赤色人種で、レッド、イエロー、我々はイエローと言われる、レッド、イエロー、ブラック and white。 Jesus loved the little children of the world ですね。で、そういうふうにして肌の色で分割しようと思ったら分割できます。我々は医学的にはモンゴロイドと呼ばれるんですけれど、モンゴル、まあ、モンゴル人というような感じですね。モンゴロイド、モンゴロイドもいろいろなモノログがいて、我々はまあ日本人ですけど、まあ、中国人や韓国人やフィリピン人にもこういうようなモンドロイがいます。で、日本人でも男女に、あるいは高齢者、子供、あるいは青年、大人とこう分割言いますね。で、最終的に分割できない私という個、個人、分割できないもの、One body、 私の一つの体、皮膚によって覆われて、私は個体になっている、私は一つの体で分割できないんだと。分割したらね、まあ分割できないんでしょう、体は。そういった面で私たちはスピリットとかソウルとかバーディーという言葉を使いますけど、これはある程度自分の存在について理解するためにこのような言葉では分割しているんですけど、まあスピリットと体は違うとも言えるし、スピリットは体であり、体はスピリットであるというぐらいにインターコネクテッドしているという、こういうふうに理解するわけですね。ですから私たちが教会という、私たちの教会では婦人会とか青年会とか、まあ、そういうものがあまりないというか、ほとんどないというかね、まあ、神の家族ですから、やっぱり男性会所と男性だけで、知らないうちに男性だけで交わって他の人との交際がなくなってくるという、こういう現象が起こってしまうので、まあ、あまりそういう部分を強調しないで、ね、なかなか男性会とか少年会とか青年会とか男子会とか女子会とか、まあ、そういうことはあまり用いてないんですね。あんまりディバイドすることは健全ではないだろうということで、まあ、うちの教会ではうまくいかなかった、婦人会を立て上げようとかやってうまくいかないんですね、うちの教会は。そういうことをしても、で、私たちの主体は何かというと、パフォームする、活動する、活躍するためですね。例えば目にしろ、鼻にしろ、口にしろ、手にしろ、足にしろ、それぞれ、活躍するためにあるわけです。で、この活躍するというのはあくまでも何かというと、私たちの内面を表現するために、英語ではマニフェステーションズ、重要な言葉で、内面を表すためなんですね。ところが、まあ、日本の文化では外面と内面がかなりはっきりと分かれて、まあ、どの文化でも、アメリカだって本音と建前はあるんですよね。でも日本のようにこの本音の建前が分割されている、民族というのは非常に少ないと思います。島国で小さいところで座ってます、人口は多いしね、もうドア開けたら隣の人の家が見えるというかね、カーテンを開けたら隣の人から見られちゃうとか、まあそんな感じで我々は生きているんで、まあなかなか内面を表すという、そこにはこう日本ではみんなと同じであるということが大切、違っていると相手変人だ、変わっているとおかしいと、言われちゃいますからね。もしかしたらとてもいい個性なのかもしれないけど、日本では変人になっちゃって、いじめられて悪口言われちゃう、バッシングを受けるんですね。ちょっと変わってちゃいけないんです。で、そういうわけでみんなと同じやろうと救急としているのが小学生、中学生、高校生で、悲惨ですね、子どもたちが。本当にみんなと同じでありたいという
願望が非常に強いのが日本の国です。そういうわけで、まあ、なかなか自分の内面を表す自分の気持ちや感情を表すと変だって言われちゃいますから、いや本音と建前がどん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 とこう大人になった頃はプロフェッショナルの本音と建前になっちゃうんで、ということはどういうかというと内面が現れマニフェステーションがないという、頭で計算してこの場合はどうしたらいいか、あの場合はどうしたらどうやって後ろ指されるのだけ嫌われないか、どうやって悪口言われないか、どうして人の心を傷つけたりしないか、もうそういう計算がものすごい日本では日本人はできるんですね。これができないとあの人非常識だとかダメな人とか空気が読めないとかねこう言われちゃうわけなんですけど、本当は私たちの思いを表現する、体で表情であるいは口で言葉で表現するための体なんですよ。そして内側が表現されるときにいわゆるゾーンに入るとかフローイングという状況が起こります。例えば賛美をしているときに本当に心から溢れるようにして、まあ、体を動かして溢れるようにして言葉を出す、気持ちが溢れるようにして体を通して表現されて、そういうこと自由がそこにあっていわゆるフローイング状態あるいはゾーンに入るという状態があって最高のパフォーマンスができるんですよね。で教会はそうありたいわけで、教会はキリストの体、キリストは私たちの思いですから、このキリストの思いが私たちの体を通して表現賛美をしたり、このようにして聖書を勉強したり、この祈祷会をしたり、イエス様は二人の者が地上において心を合わせて祈るなら一つになるなら天の地は聞いてください。ですから、聖書にはこの会衆があたかも一人であるかのように神を褒めたたいて書いてある。一人であるかのよう、一つとなる、教会が一つとなるという、こういうように活動するときに教会の実力が発揮できるというこういうことではないかと思うんですね。で、このここに書いてあるもう一つはですね、この一つ一つの死体には才能が与えられる、賜物が与えられているということですが、親指は親指、小指は小指の賜物が、腕には足には目には口には目、それぞれ違った才能を持っているわけ。このそれぞれの信徒たちはメンバーは、まあ、教会の死体、教会の器官、心臓かもね、肺かもしれない、背後にあってしっかり仕事をしてくれなきゃいけないわけですから、これが、まあ、仕事をしてくれる、これが教会だと。ですから、まあ、自分の役割は何だろうかということを知るという、そしてそれをするということですね。まあ、日本の文化においては考えるとか、まあ、教育っていうのがなんか理性というものが現代は世界中であまりにも異様に重んじられて残念なんですけれど、私の心から感情なんかよりもそんなのは無視して勉強しないといい、大学入れないよということだから、まあまあコミュニケーションとかね、人間関係とか、愛し合うとか、社交的になるというか、そういうことよりもとにかくいい点を取らないといい高校いい大学に入らない、いい会社に入らない、いい給料もらえないという、こういう考えで、まあ、とにかくこの知性理性の場合本当にこれは分裂状態ですね。これだけがえらく強調されています。しかし私は確信してますけれど、皆さんの頭脳よりも賢いものがあって、それはあなた方の体です。あなた方の体はあなたの頭よりもずっと良いんですね。特に腸なんかは、まあ、進化論者は頭は腸からできたとこう言うんで、腸と頭の働きって非常に似てるんだということですね。そういうわけでから腸は決して過ちを犯さないんです。頭はほとんど過ちですね。我々が私たちがやってる頭で考えることはほとんど、まあ、もう失敗の方が絶対多いと思います。まあ私の場合は間違いなく失敗、ほとんど失敗ですね。頭で考えてやる。ですから私はどうやって頭で考えないでやるかという、直感でやるかという、こういう気持ちでやるかということを学んでるんですけれど、
平野先生は決断が早いで行動が早いですねっていうのは考えないでやってるからで、そういうわけで頭よりも賢いものがもう全ての体のパーツは我々の頭に腸なんかはちゃんと頭とコミュニケーションを取ってるんですけど頭が腸から言う伝達を裏切るんですね。人はどう思うかとかどうしたら得するかとかこうしたら損するんじゃないかとかそういうことを考えちゃうのでマニフェステーションができなくなっちゃう。内面の現れというものができなくなってそれは体を弱めるんですよね。体が一つと機能していないという、こういうことになります。それで、まあ教会における大きな誤解は、まあ、日本において特にそうかなと思ったり、まあ、世界中においてそうかもしれませんけれど、教会というところはあれはキリスト教というのは良い人を作ることだと、まあ、特に日本の場合は、まあ、親がね、子供を教育する国に良い人を育てようと、まあ、そうしなきゃいけないですね。日本社会でやっていくためには良い誠実で勤勉な人を育てなきゃいけないという。そしてまあ学校に行くと学校の先生がやっぱり勤勉な人じゃないと良い成績は取れないし未来仕事に就いた時に勤勉な真面目じゃないとしっかりしないと困るからそういう教育をしますね。で学校を終えて会社におるとまたそういう教会があって教会に来ると教会は皆さんもっと良い人にならなきゃいけないんですよ。これって我々は良い人になるためにかなりキュウキュウとしてんのかなと思います。でもこれってすごい大きな誤解なんですね。イエス様は I am the life と私は命だと言ってるんですよ。私が来たのは良い人を作るためって言ってないですね。人私が来たのは命を与えて豊かな命を与えるために来たんだ。イエス様が復活した後では私が生きてるからお前たちは生きてるんだって言ってますよね。それがすっごいボケてるんですね教会の中で。で、まあ細かに至るまで良いクリスチャンのためにはどうしたらいいかあれしたらいいこれしたらいいどれしたらいいこれしたらいいって不思議にだん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 命が弱くなっていっちゃう。なんかもう60歳ぐらいってクリスチャンも長年やってるともう全く元気がなくなっちゃうなみたいなそうじゃなくて命だから命が強まらなきゃいけないんですけど、この命ははっきりコネクションから来るんです。つながりから。だからどれだけつながってるかということが問われるんですよ。ですから私が生きてるからお前たちも生きてるっていうのはつながってるからそういう現象が起ころうか。キリストが生きてるんで私たちも生きてるっていうのはキリストの命と私たちの命がつながっておるということで、ちょうど私たちが携帯を充電しなるときに電源とつなげなきゃいけないように私たちも私たちの体もキリストにつながっているとキリストから命が流れてくるわけじゃないですか。そういう意味でまあそうですね、第2番目に教会とどれだけ深くつながる、私がどうして元気なのか病気をしないのか、明らかですね。それはキリストのつながりを大切にし教会のつながりを大切にしているわけですね。私のエネルギーというのは教会からいただいてますから、こうやって繰り返し繰り返して説教したら疲れるはずなんですけど、私は疲れない方法を見つけたんですね。それは私が説教しているときに起こるんです。私がこのようにしてエネルギーを解放すると、エネルギーというのは波の状態、波動の状態ですからね、回転して自分のところに帰ってくるんだとそう思ってるわけです。多くの僕たちは、伝道者たちは神からエネルギーを得て、そしてそれを解放してみんなにエネルギーを与えて、ああ疲れたっていうけど、私の場合はその与えたエネルギーは私に返ってきて私を祝福するから、基本的に何回でもできるっていう世界が生まれてくるんだと。何回でもできる。ね、2年前はわざわざ広まで行って5回目の礼拝するしてましたけど、できましたね。何回もって目ねぎりっていうのは回転して与えたものは返ってくる。ただで受けたんだからただで与えると、与えなさい。そうすれば人々は懐を良くして広げて押し入れゆすいで、てくれるんだという。与えたものは返ってくる。奪われたものは返ってこないんです。
与えた、いやいや嫌だな嫌だな嫌だなって、会社に会社から自分のエネルギーを奪われ、教会が嫌だな、牧師からエネルギーを盗まれていって、そのエネルギーは返ってこないです。ただで受けたから、ただで与えたら返ってくるんだ、与えたものは返ってくるんです。それが愛であれ、喜びであれ、感謝であれ、返ってくるわけですね。ですから、まあ、エネルギーを解放してもエネルギーが返ってくるから、疲れない世界っていうのが出てくるんだなっていうのが、私のインタープリテーション、私の解釈ですね。そういうわけで、教会とどこか深く関わるかという、教会はつながりでできている、このコネクトに。で、イエス様は、まあ、ヨハネの福音書の15章に、私はブドウの木ではなく枝ですと、あなたが多くの実を結びます、もしつながっているなら、 Abide in me、 If you abide in me、 もしあなたが私がつながっているならと、 If という言葉はどういう意味かというと、クリスチャンでキリストとつながってない状態はあるんだということですね。だから If you abide in me、 もしあなたがつながっているなら、でつながっているのにつながってない状態っていうのは、私たちの意識がつながってないということですね。だから私たちは意識的にキリストとつなげなきゃいけない。そうすればあなた方は多くの実を結ぶ。ところがもしつながっていないならば、枝のように捨てられて、まあ火に投げられて、ブドウの枝っていうのは全く何の役にも立たないんです。材木にもならない、燃料にもならないんです。ブドウの枝っていうのは煙がもくもく出るだけですからね。捨てて外で燃やすしかないんです。何の役にも立たないから。そしてもしブドウの枝がブドウの木につながっているなら、この枝は反対側のブドウの枝にもつながっているんです。大切なのは、あなたが私がキリストにつながっていることですけど、キリストにつながっていたら、キリストを通して他の枝につながっているんです。体もそうですね。例えば私の人差し指、親指かこれは親指の爪は左足の小指とつながっているんですよ。爪は親指につながっており、親指は手につながっており、手は腕につながっており、腕は肩を通して体につながっており、この体は左足につながっており、そしてこの左のもも、左のすねは左の足につながっており、左の小指につながっており、その小指は爪につながっているんです。例えば、はい、私は手に銘すると手は言うことを聞いてくれますよね。皆さんは、平野先生ってどうなんですかって言ったら、おそらくうちの牧師は足が悪くてですねとか、手が悪い、これ一番目立つところですからね、まあそういうふうに言うと思います。でも実際は手は悪くないんですよ、足も全然悪くないんですよ、例えば左手ですね、結べっつったら結びますね、開けっつったら開きます。だから結んで開いてまた結んで開いてってできるわけです。でこっち側は結んで、これできるんですね、開いて開け手を開くんだって言っても、こういうふうにしないと開けないですね。つまり問題は手じゃなくてコミュニケーションが悪い。脳からの伝達が開けって命令してるのに、いやって開けないわけで、手が悪いんじゃない、コミュニケーションが悪いんで、神経がダメージ、神経の問題ですね。足が悪いんじゃないんですよ。コミュニケーションが悪いから、一応足は脳の言うことを聞こうとして動くんですけど、動かす時の神経の伝達がうまくいかないという、いわゆるつながりが悪いわけですよ。だから病気なんだ、だから機能しない、だから手としての仕事をしてくれない、字を書いてくれない、箸を持ってくれないというね、こういう問題が起こっています。ですから大切なのは、我々にとって大切なのは、私たちはつながりから出てきて、つながりが良ければ、コミュニケーションが良ければ、この教会という体は元気なんだ。
それは全く私たちの肉体と教会とは同じなんだということをポーロは言ってるわけですよね。例えば私は足の裏を揉んでもらってますけれど、なぜ足の裏を揉む、足の裏が悪いんですか。足の裏を元気にしたいんじゃなくて、足の裏には何百というツボがあるそうで、そのツボを押すことによって、そのツボは心臓、あるいは腎臓、あるいは肺、あるいは肝臓、あるいは脳、あるいは目、でここは目のツボ、つながっているっていうんです。でよく私がするのは、こうやってギューッとこれは脳と脳がぼーっとしているときはギューッとこれをね 1,2 分押すと脳がですねこうなんか曇っているのがきれいになって、でここは心臓ですね、この真ん中を押す、ここが一番大切なことです。皆さん便秘薬を飲まないでですね、お水を飲んでここを押すんです。これは肛門とつながっているそうです。体がいかにすごいかですね。だから肛門を触るんじゃないんですよ、触らない方がいいと思います。ここを押すことによって、まあ、肛門が刺激を受けるときには、鼻が詰まるときはここを押すんですね。鼻を押すんじゃないんですか。ここをギューッとしてるとティングリングティングリングがこの辺に起こってて、ここが開いてくるんですよ。どうしてですか。全部つながってんですよ、体っていう。ですからあなたはお皿洗いですと、私は賛美リーダーですという、つながってるんですよ。だからそのお皿洗いなんか誰もいらないよということもできないし、まあ、うちの教会は賛美リーダーがいないからあんた来なくてもいいよという、まあ、なんとかできるかもしれないけど、そういうことを言えないんだと。目は鼻に向かっていらないとは言えないし、鼻は足に向かっていらないとは言えないと同じだと。あの人は教会にいらないということは言えないんだと、まあ、コリントの教会ではそういうことが起こってたんでしょうね。みんな体の一部で、みんな必要であるという、最後に言いたいことは、まあ、これは、アメリカの医者たちが言い始めたことですけど、今まで体を像、スタチュー、イメージ、ゴッホの考える人っていうのは、ゴッホじゃないか、あれは、あれはバンゴッホは違うよね、あれはひまわりだもんね。考える人は誰が作った彫刻ですか。ロダン。やっぱりインテリですね、ホライズンの人は。ロダンのですから、人間というのはスタチューだ、ギリシャ人は本当に彫刻好きでしたね。ダヴィンチは塊、岩の塊を見たときに、私はこの岩の中に天使が隠れているのが見えるっつって掘ったそう。天使を掘り出した、もうすでに天使がいたん、天使を作ったんじゃなくて、天使がいた、天使を掘り出してあげたと、こういうことを言ったそうですけど、しかしニュートン時代からこういうふうにして、我々はパーツでできているというね、まあ、心臓肺というパーツや食道があって、胃があって、十二指腸があって、小腸があって入れて、まあ、こういうように一つ一つよく見ますよね、こうパーツがくっついてる。で胃が悪かったら胃の薬を与える、そうじゃなくて皮なんだっていう、私にとってはぴったりですね、皮なんだ。もう指の先まで血管がな、管が流れているんだ、まあ、全て管なんだという、神経もですね、管があって、その管の中を神経で網羅しているわけですからね、リンパも管の中ですから。鍵は何かというと、管をきれいにしていくということですね。きれいというのは空にしていくという、それ脂肪とかなんかいろんなものがくっつかない管にしておくという、流れの良い管にする。でこれは私にとって分かりやすい。イエスも言ったのは、乾いている人は私のところに来るならば、その人のうちで泉となる、そしてアウトベリーズ、ベリーズというのは腹です。まあ、日本語では心の奥底って訳されてるけど、私は嫌いですね。心の奥底じゃなくて体なんですよ。ベリー、イエス様、腹っておそらく丹田だと私は思ってるんですけど、丹田あたりから、泉が湧いてして川となって流れていくというね、これが健康の状態です。流れ出る、流れ出た時に草や木や花にね、命を与える、魚に命を与える、この川の流れるところでは何でも生かしてしまうという。
そういうすっごい世界が私たちの体の世界にあるんですね。素晴らしいですね、この体、教会のことですけれど、この体、肉体を大切とし、私の健康の原因は間違いなくキリストとつながり、教会とつながることです。皆さん日光に来ましょうと言いたいんですけど、もう締め切りだそうでこのようにして賛美することも大切だけど、一緒に喋って、一緒に食べて、一緒に愛し合うということが我々を強めるんですね。ハレルヤです。お祈りします。